あと、まあ、ツイッターも震災の時まで私も知らなかったんで反対ってこともないんですけども何のことだかってこう首かしげる人がほとんどだったんですね。そうですね、ツイッターとかちょっと何電気ツイッターとかですね、なんかあなんかそこそこでみそなんかツイッターとかなんかそういうことを、ばっかりって感じ冗談でですけど、でもそういうような認識だったんですけどね、最初は。まあ、自分ではその取材をしていただいたいただいて、まあ、その新聞だったり、テレビを見る時間もなかなかなく、知らない間に、なんか、いろんな方が知ってくださってたっていうのはありますね。いやもう最初は電話もずっと鳴りっぱなしで、電話切れるじゃないですか。そうするともう、つながってるんですね、次に。電話でも、もう泣きながら電話くださる方もいたり、本当に力強いメッセージをいただいたりとか、まだ支援者の方の中でも、振り込みはしていただいたんですけども、住所と電話番号がわからないっていう方は結構いらっしゃるんですよ。振り込みする際にですね、その銀行とかで、住所とお名前書くと思うんですけど、それでこっちの方でも分かってるもんだと思ってる方が結構いらっしゃって、こっちで分かるのはカタカナでの、名前だけなんですね。そうです、お礼のお手紙も出せないでいて、連絡はしたいんだけども、はい、連絡ができないという状況でいらっしゃると、はい、この度は全国の皆さんのご支援のおかげでなんとかですね、漁業の方は再開できる運びとなりました。本当にありがとうございました。水揚げもですね、おかげさまで、当初は1割ぐらいしかできないんじゃないか、ご支援で購入させていただいた資材と修繕させていただいた機械類とですね、を使わせていただいて、3割ぐらいまで復旧できるんじゃないかって言ってたんですけども、実際に5割近い復旧までできまして、本当一人に皆様のご支援のおかげです。本当にありがとうございました。これからもまだ、復興完全復興長い道のりですけども、またみんなでですね頑張って、引き続き、復興作業の方をしていきたいと思います。